完成した図鑑ってどういうこと？そのムックル単体で完成とかそういうなんかあるん？いまいちよくわからんねんけど、何この、なんで斜めから映ったん？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで試験がとりあえず終了したけん、それを告げに行きましょうか。なんかこっち側にもあるんやけど、これチェリンボやったっけ？なんか人と闇カラス、いいね。なんかすごい細かいとこまで、ああいうのすごい見たくなるんよね。わかる？はい、到着。でもさ、試験官が直接見てないってどうよね。そこが非常に気になるんだが。どうも。どうやら野垂れ死にせずに済むようだな。ちゃんとお宿が用意される。祝福する。試験は合格。貸したポーチはそのまま使うがいい。それにしても感心した。異端な君を試すため、無理難題を出したのにこなすとはな。やっぱりこの T シャツにそれ、その帯おかしいって。確実に。自由する調査隊の制服だ。あ、やっとここで、同じ格好をさせていただけるのね。あゆのは調査隊制服と調査隊わらじを手に入れた。わらじ？草履？いや、どっちやっけ。昨夜、泊まった宿舎にて着替え、本部3階にある団長室に急げ。調査隊としての最初の任務だ。制服を着用し、団長に挨拶せよ。あ、挨拶が任務なの？宿舎の鏡を見て、調査隊制服と調査隊、草履、かな？に着替える。銀河団の制服に着替えるよ。自分の部屋の鏡を見ながらさ。お、そっか。私は今回、このポケモンの中では銀河団になるのね。すごいな。こっちか。よしよし、向かいます。でもこれからいろんなもんに着替えれるんやろ？でも基本的には制服なんかな、やっぱ。かわいい制服とかあればいいのに。これ、これかな。これか？着替えますか？はい。調査隊制服と調査隊は、草履に着替えましょう。これか。おー。あ、同じ格好やね。で、はぁ、ごつくなった足元が。え、待って、ここ、目の色変えれるやん。ね、めっちゃ変えれるやん。ちょい待って、アップになって。あ、そっか。合わせただけじゃダメなんやね。今ブルーやったんか。カラコンなんすね、君。これ最初の変えれんかったのにね。なるほど。もう今から変えれるんすね。何がいいかな。てかさ、全体的に白くぼやけてない？なんかすごくわかりづらいような気がするんやけど。え、何？そういう画質？うちのパソコンのせいとかじゃないよね。どうしよう。ラベンダー、パープル、レッド。レッドでいこうかな。一応。うんうん。じゃあこれで。あともう別に変えれるものは、なさそうやね。じゃあこれで、終わります。着替え終了。調査隊の制服に着替えてこいって言ったら、目の色まで変わってくるっていう。ああいうのは調査隊制服に着替えた。え、でも可愛い。いいね、レッド。髪型とかも今後変えれたりとかせん。あ、でもあれか。髪切るところがあるってことは髪型変えれるってことよね。調査隊の制服だと仲間って感じがするよな。それにしても隊長、いつから制服の準備をしていたんだ？横にかかっとったやつじゃなかったね。着替えたか。昨日提供した部屋だが、今後も使うといい。あれさ、普通に一軒与えられてない？一部屋というより。こちらも使え。何？お？お、なんか可愛くなった。そう、ちょっとね、頭が寂しいなって思いよったんよね。ありがとう。そしてポニーテンになったね。団長に挨拶せよ。わかってますって。銀河団本部3階。
電木だ、電木団長。さっきの人何やった？団長じゃないのか。ここじゃないね。なんか誰か座っとる。うわぁ、大変そうだね。中吉。新天地で暮らす。さあ、やることがいっぱいだ。私も同じく、新天地で暮らすことになったんすよ。お、すごい、こういう。寝るところかな？仮眠取るところとかそういうこと？ポケモンは謎ばかり。その秘密を解き明かしてよ。期待されてる、私。わあ、なんか、似顔絵みたいなの貼ってあるよ。これ何？お尋ね物とかそういうこと？違うかな。今後ああいうキャラクターが出てきたりとかするんかな。なんか、行く手を阻むみたいな。お、イーブイおるぞ。ブブイ。あ、この人？え、違うか。サザンカって書いてる。これからは空から落ちてくるものの宿舎を用意せればならないのかな。嫌味かな。そうではなく。この人もメインキャラかな。なんか目立っとるよね。髪色といい。お顔立ちといい。モブではない気がする。え、待って、どこなん？え、こっちやん。あ、違う、上か。上やった。あれ、あなたこんなところに。ポケモンに力仕事を手伝ってもらう。いやいや、そんなのは無理だろ。いやいやいや、そのうちね、あの倉庫とかでね、カエリキーとかが働き出すけん。私はそれを見てきたよ。今までのポケモンで。あ、あなたですね。うん、パッと見てわかった。もしかして3階この部屋しかない？上がってすぐに、ドーンと部屋、お、なに？待ちかねたぞ。すいません。どうも。銀河団団長、電木である。うん、お前がアイナだな。はい、よろしくお願いします。礼儀は知っているようだな。まあ多分それはどこの世界というか言葉が通じればやけど。でも石やと思う。時空の裂け目から落ちてきたことを含め、おおよその話は聞いている。さて、どれほどのものか確かめさせてもらうぞ。何を？立ち会え。立ち向かう、ぶつかる。え、何？そういうぶつかり稽古的な感じ？立ち向かう。でやー！何ですか？柔道？相撲？なんか吹っ飛ばされた感じやけど。うん、血気盛んである。相撲はまだまだだが、見どころはありそうだな。え、ちょっともう視線が、床じゃない？吹っ飛ばされて転がっとるやん。空から落ちてきたお前を、不気味だと思う者もいるだろう。人によっては災いを招く者と考える、迷信深い者もいるやもしれぬ。だが、入団試験に合格したのだ。お前が面用のやつでも。ことぶき村の仲間として受け入れよう。ことぶき？なんかおじいちゃん的なキャラクターにそんなのおった？いや違うかなぁ。でもどっかでなんか出てきたような気がするんやけどな。銀河団の仕事に駐勤し、ポケモン図鑑を完成させよ。アイナ、ポケモンとは恐ろしい生き物。心して調査に励め。恐ろしくないよ。まあ、巨大生物とかはあれやけど。メイン任務入団試験達成。わあ。さあこれで本格的に任務に就くことになります。団長に認められたな。怖いよ、急に近寄ってきたら。君の銀河団団員としてのランクは0星となる。ランクとかあるの？あ、まああるか、そりゃ。地位的なものよね。調査隊員として活躍をすれば、君のランクも上がる。団員ランクも上げるには、ポケモン図鑑の完成度を上げましょう。そして図鑑の完成度を上げることは、すべてのポケモンと出会え、という君の使命を達成することにつながるのです。これも与える。クラフトに必要なレシピだ。あーやだ、もうクラフトのことを忘れてしまいたい。アイナはモンスターボールのレシピを手に入れた。レシピ、モンスターボール。モンスターボールのレシピ、材料は、ボングリの実と、びっくりした、魂かと思った。玉石。うんうん。3000円だ。材料買うといい。え、結構するんですね。お金がプラスされた。テル、クラフト名人の君に命じる。アイナにクラフトを指導せよ。クラフト名人だったの、君。
了解です。すごいね。そんなちっこいのに。クラフトについて教えるぞ。俺に任せれよ。クラフトとは手作業のこと。そう。銀河団は調査に使う道具を自分たちで作るんだ。雑貨屋でも買えるけれど、自給自足の精神が大事だからな。あるんやね、一応雑貨屋。ウリオンかな。ポケモンを捕まえるためのモンスターボールも作れるぜ。説明よりも実践するのが一番だな。クラフト屋に行くぞ。床に散らばってる紙が気になる。メイン任務、クラフト習得。頑張りますか。クラフト屋でクラフトの方法を教わる。呉服屋のシャロンと申します。この度は入団、おめでとうございます。あ、どうも。この間話しかけた人。博士に頼まれていた着替えです。どうぞお受け取りくださいませ。ん？何？もうすでに新しい着替え？普段着かな？ん？アイナは道中着？何それ。また引きを手に入れた。ほう。村にはいろいろなお店がございます。よろしければ足を運んでくださいませ。おお、びっくりした。何？どこから走ってきたの？一緒に出てきたんじゃないの？おーい、クラフト屋こっちだぞ。先に行ってたのね。じゃあとりあえずクラフトしますか。ん？クラフト屋に置かれたクラフト台。ここでクラフトをするからな。ちょっと早口言葉みたいだったな。やった、噛まずに言えた私。え、低っ。そんな低い？もうちょっとさ、テーブルとかなんとかないんすかね。モンスターボールの材料だ。ま、合格祝いってところかな。隊長にもらったお金は好きに使えばいい。ありがとう。レシピを確認すれば必要な材料がわかるから。クラフト台で作る道具を選べばクラフト開始だ。やってみな。ことぶき村やベースキャンプにあるクラフト台を利用すれば、モンスターボールなどの道具を作れます。絶対これめっちゃしゃがみ込んでやらんといかんやつやん。ねえ。立ってできたらいいのに。クラフトにはレシピと材料が必要です。そっか、レシピもいるんか。めんどくさいね。はい、じゃあ早速。あれが玉石って言うん？何個作れるの？ 20 個作れるん？え、どうなんやろ。20個作れるんかな。じゃあ作っとこう、全部。モンスターボールを20個作ってポーチにしまった。20個分もくれるとか、太っ腹やね。だって今までのさ、一番最初にもらったあの50個と、次にもらった20個、あれも別にあまり普通に持っとんやろ？回収されてないよね。初めてのクラフトですのに、見事なモンスターボールですね。ついてきてたのか。前にも説明しましたが、ポケモンには小さくなるという不思議な能力が備わっています。その能力を活かして、ポケモンを捕まえるのがモンスターボールなのです。そして、捕まえたポケモンを記録するのがポケモン図鑑です。さあどうぞ。ん？ポケモン図鑑？アイナはポケモン図鑑を手に入れた。あ、何？スマホみたいなやつに全部組み込まれたんかと思った。違うんやね。ポケモン図鑑。ポケモンの調査結果をまとめた冊子。新しいポケモンを報告するたびにラベン博士がページを増やしていく。ほ。あ、なるほど。そういう感じ。その場で書き込まれていくんじゃなくって、後から更新されていくんやね。なんか未報告タスクがあるよ、9個。なんだろうか。なんかよくわからんけど。オッケー？え、これ未報告タスクさ、報告せんといかんのじゃないの？どういうことなのか、いまいちわからんけど。んー、でも、以上？別に何もないね。オッケーなのかな？わからんけど。君のために用意したものです。すべてのポケモンと出会え、という使命を果たすのに、役立ててください。図鑑完成のために、図鑑タスクもこなさないとな。俺も頑張って調査しないとな。アイナくん。それでは図鑑タスクの説明をするのです。あ、今から説明してくれる？原野ベースに行きましょう。図鑑タスクで調査開始。
いろんなポケモン捕まえれるかな。なんか直接、お、何？な、聞こえていたんだが、原野ベースに行くなら、ついでに俺の依頼も聞いてくれないか？砂漠へ？俺、見張りだろ？持ち場を離れているとまずいから、本部の前で待っているよ。お、頼み事を持っている人には、サブ任務のアイコンが表示されます。引き受けて解決すれば報酬がもらえてお得です。ふんふん。じゃあ、聞いていきますか。君、ポケモンのケムスを知っているか？知ってる知ってる。持ってないけど。ラベン博士が話していたのだ。ポケモンは戦ったりして経験を得ると、進化と呼ばれる姿形が変わって、強くなる現象を起こすのだと。一部のポケモンは進化して姿と能力が変化します。ポケモンが進化条件を満たすと、ポーチ画面で進化を選べるようになります。これ誰？ピカチュウ？よくわからん感じやけど。俺は自分の手でケムスを育て進化させたい。ケムスって進化系マユルドのやつやっけ？なんかあの一つ目みたいな。君、調査隊だろ？もしケムスを捕まえたら俺に譲ってくれないか？お礼も用意するからさ。ケムスの捕獲頼んだぜ。進化するケムッソ。ってことは、近くでケムッソが出るってことやね。なるほど。オッケー。で、どこに？あ！え？なんかマークが増え、これサブクエのマークってことかな？いっぱい受けて順番にこなしてった方がいい？バーって受けとこっか、とりあえず。どうも。あんた、空から落ちてきた人よね。ほとぶき村の外に出るの？調査隊ってポケモン図鑑を作るんでしょ？ムックルのこと調べてきてよ。ポケモンは怖い生き物。でもムックルは見てて癒されるわ。触れないけど。まあそれはわかるよ。私もハトとかボケーっと見つめることはできるけど触れんもん。あ、怖いとかじゃなくってさ、近寄ったら逃げるし。ムックルの図鑑、完成したら見せてね。あとなんか鳥、まあでも怖いもあるか。なんかつつかれたらめっちゃ痛そうじゃない？穴開きそう。かわいいムックル。これはムックルを捕まえてこいということかな。完成したムックルの図鑑を見せる。完成した図鑑ってどういうこと？そのムックル単体で完成とかそういうなんかあるん？いまいちよくわからんねんけど。何この、なんで斜めから映ったん？え、どういう状態？図鑑はどこで見れるんですかね。一応ムックル手元におるんやけど、これか？あ、これか。なるほど。ポケモン図鑑。ムックル、ムックル。これ、え？完成っていうのは、もしかしてこれ、捕まえた数とか、ムックルを25匹捕まえんといかんとか、そういうこと？これ。めっちゃややこしいやん。まあ、とりあえず、受けるだけ受けて、受けるだけ受けて、解決するかどうかはちょっと知らんけど、ね。話だけ聞くよ。耳？どうした？コリンクの耳に変わった模様があったと思うんだが、コリンクの耳に変わった模様あったっけ？ダメだ、思い出せん。でもこのモヤモヤを晴らしたい。あんた調査隊員なんだって？コリンクを捕まえたら見せてくれ。この目で直接見て確かめたいんだ。コリンクの耳の模様を思い出せないのだ。頼む。コリンクを見せてくれ。コリンクの耳はどんな耳？いいよいいよ、私今手元におるけん見せるよ。コリンクを見せてくれるのか？はい。んなこ。あ、なんか剣みたいな模様？かな？はい。さて、丸い耳の模様は？じゃーん。黄色い十字。これだよ、星みたいな模様。なるほど、星みたいなのか。喉に小骨が刺さっていたようなモヤモヤがあったが、すっきりした。あんたのおかげだ。ありがとう。いえいえ。イエーイ、達成。こんな感じで解決していくんやね、サブクエは。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
またねー。